これ豚？豚じゃないよねこれ。なんだこれ。ダック。顔がえぐいのこれ。ジャストトです。僕はですね、今チャイナタウンのすぐ近くに来ております。で、今日はですね、というか今お昼なんですね。なんで、これからですね、昼飯を食いに行きたいなと思ってます。で、これからね、行くお店がミシュランをね、獲得した実績を持つお店になります。その名もリャオファンホーカーちゃん。リャオファンホーカーちゃん言いづらい。リャオファンホーカちゃんっていう店にね、今から行きたいなと思ってます。それでは早速、ミシュラン獲得実績のあるお店にランチを食いにレッツゴー。はい、ということでやってきました。でね、お店が、スミスストリートっていうところに面していて、何通りかはすぐにね、ニューブリッジロードっていうね、大通り、メイン通りがこの後ろに通ってるんだけど、そこから、スミスストリート入ってきたすぐ左手にあります。そのお店がこちらです。メニューはね、チキンライスとか、チキンヌードルとか、あとはね、この、豚系、豚の肉とかかな。これ豚？豚じゃないよねこれ。なんだこれ。ダック。顔がえぐいのこれ。はい。で、まあ他に一品物とかもあるんだけど、僕はね、今回このチキンヌードル、めっちゃ高くない？値上がりしたのこれ。もっと安いって聞いてたけど、250円ぐらいって聞いてたけどさ、これをね、ちょっと食べたいなと思います。では早速入っていきまーす。Okay? One soy sauce chicken noodle. Spicy? Yeah, not spicy. Not spicy. And one water? Yeah, that's all. でね、お会計終わったらここにね、レシートのここに番号が書いてあるんだけど、これがね、ここのモニターで呼ばれるみたいです。結構意外と楽っすね。はい、ということで取ってきました。こちらになります。どーん、ソヤチキンヌードルで、まあこれが鶏ですね、もちろん。で、鶏とこれなんだっけ、なんだっけ、名前忘れたよ。はい、なんか野菜野菜にこれが、ヌードル麺になります。でね、一応ね、スパイシーかノットスパイシーか選べました。で、僕は、ノットスパイシー、辛くないものを選びました。食べていきます。はい、いただきます。さあ、まずはね、ちょっと麺からいきましょうか。麺硬いな。こういうもんなのか、自分でほぐす感じね。あのさ、初っ端から非常に申し訳ないんだけど、素朴な疑問、ソヤソースって何？聞いたことないぞ、そんなの。ソヤソースって何の、何？ソイソースじゃないでしょ、だって。はい、そしたら混ぜ混ぜタイム終わりましたんで、いただきます。あかんわ、これ素直なコメントしか出てこへんわ。ほぼ味ないに等しい。なんだろう、このね、タレをタレがかかってるんだけど、でタレに全てをね、こう絡ませてかき混ぜたんだけど、じゃあなんか味がめちゃくちゃするかって言ったら、全然そういうこんなことなくて、確かに何かの味はついてるんだろうな、でもこれ何って感じ。
それ以上でもそれ以下でもないわ。へえ、そういうもんなのかこれは。じゃちょっとチキンをねいただきます。皮付きチキンいただきます。うん、骨あるな。うん、なるほどあかんわ、今日あかんわ、コメントが出てこないぞ。ごちそうさまでした。はい、ということで、本日はですねこちら、リャオファンホーカーちゃんというお店のチキンヌードルをお届けしてみました。で、正直に言うよ、もうこれ僕はこれをね、これは僕正直に言います。僕はうまいとは思わなかった。普通にそう、一般的に、まあ、普通にうまいよねっていうのはあるけど、じゃ特筆して何かこれうめえなとか、なんかこれがいい味出してるよねとか、そういうのが正直なかった。なんで特別何かがずば抜けていいとか、特別何かがずば抜けて悪いとかっていうのはない。だから本当にこう平均的な、まあ、普通にうまいね、それ以上でもそれ以下でもないっていうような味だと僕は思った。これはね、人それぞれ味覚は違うんで、一概にね何とも言い難い部分はあるんだけど、だ僕は素直にそう感じた。うん、過去にマレーシアのチャイナタウンで食べた、ドライワンタン麺っていうのはね、動画で上げてるんですけど、そっちの方がはるかにうまいし、むしろそっちの方がね、まあ、これそう780円するんですよ。780円する価格で、そのマレーシアのが確かね、どれぐらいだったっけな、300円ぐらいで、本当にね半分以下なんですよ。それを僕は知ってるんで、同じそのチャイナタウンにあるこういうヌードル系っていうものを一緒くたにして考えた時に、なんか物足りないよなって僕は思った。まあでもシンガポール来たことない人とか、食べたことない人は、まあ、一度食べてみるのは全然いいかなとは思います。で、一度ね、過去にもすでに食べたことあるよっていう方で、俺めっちゃ好き、私めっちゃ好きっていう人も多分いるだろうし、そうじゃない人もいるとは思うんで、一概に僕はね断言はできないけど、僕はそう感じただけなんで、まあ、ぜひね来る機会があれば立ち寄ってみてはいかがでしょうか。で、引き続きですね、僕の方はシンガポール動画を上げていきますので、ぜひ、そちらの動画もねご視聴いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。